どうもタムヤンです。今回は単発実況ファミコン囲碁入門プレイしてみたいと思います。1991年 IMAX さんの作品、私囲碁のルールがわからないので、今回はこのルールを覚えたいと思います。ルール寺子屋行ってみよう。ようこそ寺子へ、あなたに囲碁の打ち方を教えてしんぜよ。本当にわかるのかな。基礎からいきましょう。この静黙商人が囲碁の打ち方を伝授いたそう。覚悟は良いかな。はい、言います。囲碁は二人で遊ぶゲーム。大勢ですることもあるが、普通は二人じゃな。まず下を見てくれ。縦横に19本線が引いてあるな。これが5番じゃ。19本なんだ。この線の交差したところに碁石を置いていくのじゃ。線の間ではないぞ。あ、線の上なんだ。ほうほうほう。ちょっと今ずれたんじゃないの。え、碁石には黒石と白石がある。見ての通り、石は1子2子と数える。あ、そうなの。子供って書くの。はい。盤は線の交差したところを1目2目と数えるのじゃ。もうわからないぞ。よく言ってることがわからん。縦横の線は盤の端から、1線2線と呼ぶんじゃ。はあ、ははあ、端って左か右どっちか言ってくれよな。ん？ああ、端っていうのは上下左右のことか。1線2線3線。おお。じゃあ3線が縦横あるということ？盤の上の位置には大体の呼び方がある。まず真ん中のあたりを中央と呼ぶぞ。ああ、真ん中のあたり、曖昧だな。で、盤の端の方を辺という。辺、隅っこは隅と呼ぶぞ。ここまでが隅で、ここらから辺というはっきりした区切りはないぞ。そんなこと覚える必要あるのかな。もっとシンプルに教えてくれないかな。盤の上にいくつか点があるな。ありますね。 1,2,3,4,5,6,7 9つありますね。この点を星と呼ぶ。1の目安じゃな。はあ、はあ、はあ、なるほど。特に真ん中の星を天元という。真ん中の星、天元。ここまで覚えられたなら次は打ち方を教えよう。続けるかな。はい、どんどん行きましょう。囲碁とはいわば陣取りゲームじゃ。盤に石を置いて自分の陣地を作っていく。最後で陣地の広い方が勝ち。まず肝心の石の置き方から話そう。陣地っていうのがちょっとわからないんだよね。ゲームをする2人のうち1人が黒石、もう1人が白石を持つ。はい。最初は黒を持つ人から交互に石を置いていく。はい。黒が先手なんだ。ただし置き石があるときは白から置く。どういう意味、意味がわからないぞ。後で知識編の三ハンディを見てくれ。よくわからん。線の交差したところと言ったが、盤の端や角にも石を置けるんじゃ。
ああ、はい、どこにでも置けるってことなのかな。一度版の上に置いた石は動かせん。待ったしたらダメなのかい。うん、基本動かせないんだね、石はね。はい、最も相手に取られてしまうこともある。石を置くことを打つという、実際に一手打ってもらおう。最初に一手はここに打つことが多い。あ、そうなんだ。じゃあ打ちますね。はい、次は石の取り方について教えよう。もちろん続けてください。囲碁では盤の上にある相手の石を取ることができるぞ。取り方は簡単じゃ。自分の石で相手の石の縦横をすっかり囲んでしまう。ああ、あ、これで取れるんだ。斜めは関係ないんだね。あくまで線上っていうことか。上下左右を囲めば石を取れる。盤の端では3つで囲めば取れる。ああ、そうなんだ。おお、なるほどなるほど。相手を囲めばいいんだね。隅ではたった2つ。なるほどね。斜めではない、縦横ね。はいはいはい。斜めは今のは取れなかったんだね。石が増えても同じじゃ。石の集まりの縦横を囲めば全部の石を取れる。おお。なるほど、数が多くても囲めば一気に取れる。取った石は上げ浜と呼ぶ。石取ってもらおうか。ああ、ここに打てば取れると。なるほど。え、あ、こんなのでも取れるんだ。ああ、なるほど。上げ浜はきちんと取っておくのじゃぞ。最後に勝ち負けを計算するときをに時使うからの。あ、なるほど。いっぱい取った方が勝ちなんだよね。石を囲んでしまったら必ずすぐに打ち上げねばならん。ほったらかしにはできんのじゃ。大抵相手の石を取れば得になるが、取らない方がいい時もあるぞ。あ、取っても取らなくてもいいの？はい、囲碁には石を打つ位置にほとんど制限がない。じゃあ打てないところができるところがある。打てないところへ打とうとすると禁じ手といってルール違反。打てないところ、禁じ手には2つある。まず自分から取られるようには打てない。例えばこの時黒は白の中の空いたところには打てない。ああ、そうなんだ。だから囲まれててもその空白があれば取られないんだね。難しいなこの辺から。ただし囲まれていてもそこに打てば相手の石を取れるという時は打てる。どこのことを言ってるんだろう。例えば白が黒にこうやって囲まれていたら黒は白の中の空いたところへ打てるぞ。あ、これで逆に白を全部取れるってことか。おー、逆に1個取ったってことか。
よく見てくれ。黒が、白一子を取った後、白も同じように黒一子を取れるな。キリがないぞ。え？これが二つ目の禁じ手になるのじゃ。次でこのことを話そう。ああ、無限ループになるってことか。レトロゲーマーに分かるように言ってほしいな。無限ループ禁止ってことか。え、その場合どっちが折れるんだよ、これ。うん。この場合は、どっちが先にやめるの？こうっていうのか。柴崎こうさん。柴崎こうで覚えようか。こうなると柴崎こうになるとこうなるとシャレではないぞ。ややこしいこと書くなよ。柴崎こうでいいよ。繰り返しでゲームが進まないな。そこでルールが一つできた。柴崎こうになるこうを取られた時、相手はすぐには取り返せない。あ、黒が先に取ってもいいけど、次は白はやってはダメってことか。白は打てないと。はあ、ははあ、もちろん黒はこう防げる。白の損じゃな。間違えやすいが、この形はこうではないぞ。取り合っても同じ形にはならんからな。ああ、なるほど。なんか難しいね。禁じて、次は石を取られない方法を教えよう。お願いします。取られない石の形、例えばこうしてこうして、黒は白の周りを囲んでいるが、白の中に打って白を取れるかな。どちらの空いたところに打とうとしても、もう一つが空いてるから白は取れないな。なんで、なんで、だから黒は白の中に打てない。そうなの？全然わからん。なんで黒を打ってはいけないの？理解できません。なんで禁じ手なの、これが。わからん。2つ空いてるから1個打ってんじゃないの。生きている。少し変わりました。え、ここに打てば、こっちでも一緒じゃないの。何もできない。生き死にが分かったら、次は囲碁での陣地について話そう。今のはちょっと分からなかったけど、次進みます。囲碁の勝ち負けは石で作った陣地の広さで決まるのじゃ。陣地、自分の石で囲んだところが陣地になる。この陣地を地または辞書というんじゃ。藩の端や隅を使って囲んでもいい。むしろその方が囲む石が少なくて済む。おお。ただ囲んだ中で相手から生きられる手があると、もう地とは言えない。黒は広い地を作ったように見えるな。しかしここに打ってみてくれ。黒はすぐには白を取れそうにないな。つまり完全な地とは言えないのじゃ。では白の地はどうかな。
攻め込んでも生きられそうにない。あーそうか、ほうほうほう、これどうなの。完全な地にするにはその中に相手の石が攻め込まないようにしておかなければならない。終わった時、地の中の何もない目の多い方が勝ちになる。ゲームの終わり方、はい、次行きましょう。はっきりと決まってるわけではない。ゲームをしている2人がもうどう打っても一目も得をする手がないと思ったら終わり。そうなんだ。これ終わり状態なの？今見てるの。全然わからん。当ててみてくれ。なるほどね。ここもどちらが打っても地に変わりはないな。次は死んでいる石を取り除くのじゃ。死んでいる石を取り除く。毎回その都度取り除くんじゃないの。それから持っているアゲハマで相手の地を埋めてしまう。強さはお互いの囲った目の数で数えるのだな。つまり取られた石の分地が減らされてしまうわけじゃ。何のことかよくわからんやっぱり囲碁は難しい。囲碁の終わり方は少し難しい。そうだね。でもゲームが数えてくれるんでしょ。要するに多かったらいいんだろ。諦めれば投了。それは将棋と一緒だね。もう囲碁が打てる。打てないよマジでもう終わり。まあ応用兵も見ておいて損はないが、とにかく一度ゲームしてみるといいぞ。お疲れ様でした。ルール編、知識編、まず打ってみろって。じゃあちょっと打ってみるか。いざ対局。相手はファミコン。手番は黒白どっち。とりあえず私は黒でいこうか。置き石はハンデか。とりあえずもうしないの方がシンプルでいいかな。制限時間60秒。あ、60秒でいいわ。もう行こう。ここに打てばいいんでしょ。はい、打ちました。あ、早いなあの人。こっち、ここでいいの。あ、なんか違うとこ打ったよ。なんだこの野郎お、何？こっちもマークしとこうか。マンマークでいこうかマンマークとかあんの？黒外に、マンマークでいいんじゃない。あらまあ、ここ入らすかこの野郎。あ、そっち行った。そっちなんか全部取られてるじゃん。マンマークで崩してやったらいいんじゃない。なんだこの野郎。あ、なんかされてる。こいつ邪魔だな。とりあえずこのここを埋めとこうか。ここ埋めといて線にして。えー、あー取られた。我が軍がマジか。何してくれるん。
っちに攻め込もうか。じゃあ、あ、また取られた。なんだこれ。あ、ここダメか。取られるのかこれ。しまった。あちゃー、どんどん取られていく。なにこれ、難しい。あ、まだ取られる。ここか。これってどうだ。あ、守られた。うそー。逆にここ、あ、ここ打てないんだって。禁じ手だって。ここも禁じ手。マジかよ。あ、取られるんじゃないの、あそこ。あー、取られた。マジか。何してくれるん。一つも取れないやん。むずいわ。禁じ手ここ。負けてるねこれ。こっちにも行くか。諦めたわ。あそこ、あそことかもうみんな取られた全部。これでちょっと、もう陣地取ったんじゃないこれ。陣地、この辺陣地取っとこう。わ、めっちゃなんか、え、真ん中取ったらいいね。じゃあ真ん中取っても意味ないのか別に。嘘、やめて。何してくれるん。あ、これダメじゃん。もうこいつやられるじゃんね。マジか。ここだね。ディフェンス。お、どうしたこれ。黒狙われてるやん。ここディフェンスだねこれ。ディフェンス。あー、取られた。大手飛車取りされてたやん。まいったなおい。じゃあこっち行こうしようか。そっちまいたいよねこれ。あ、ディフェンス来た。ディフェンス来たけど、難しいなぁ。1個ぐらい取りたいね。なんか賢いなこいつら。あ、何してきた。何箱みたいね。ここ逃さないで大物取りしたいね。大物取り。あー、取られた。賢いなぁ。しかし、バカなだけなんだろうな。黄色まだ大丈夫じゃない。あと1個で橋まで行ける。何ここ、これでどうだ。全部取ってやるぞこいつら。ああ、これで1個取った。取ってないな。取ってないわー。あー、3つも取られた。信じられない。もうめっちゃ強いわー。あ、埋められた。これダメか。上と取られて1個なくなるのか。あ、違うのか。え、はみ込んだし弱いと思うんだよね。こうこれはここ取っとかないと端っこ。あ、これダメだ。左取られるのか。2個取られるんだ。あ、よかった、ここ助かった。取られてたよね今。あ、ダメか、これでもダメだ。おー、強烈だー。
が折れそうだ、これダメだね、難しいな囲碁。あー、どんどん取られていく我が軍勢が。もうここも捨てようか、こっち行こうか新しいとこで勝負しようか。いやー、どんどん取られていくどうなってるんだおい。難しいよ。あ、また1個取られ、全然取られるじゃんこっち。ダメじゃな。全然あのルール説明だけじゃ勝てないよね。ここも全然もう風船の灯火だもんね。ここ置いてもここ取られるんでしょ。逆に取り返してやるか、ここ真ん中に置いて。取られんのか。おお、2つ取られた。なんだよおい。あ、もうこっち無視し始めた。何してくれるん。こっちだ、こうだ、クロス勝負だ。ほら、やめてくれよ。新天地では負けたくねえぞ。よく無視しよう、こっちしよう。なんこれでも難しいな。この辺に置いとこうか。あら、やばいぞこれ。ここだな。でいいから取りたいよ1個でいいから。あ、これもうダメなのか。ここを打ってもこっちで取られるのか。なんか難しいな。ここ斜め関係ないのか。これで2個取られちゃうんだ。あ、そこ行かないの。 OK、 じゃあダメなのかな。この左、今打ったところの左打たれたら、あ、大丈夫。あ、なんだ。こっちノーマークになってきたね。合体。あ、なんかだいぶ囲まれてるけど、大丈夫かこれ。大口がやられちゃうぞ。でも私こっち、これで。あ、まだ取れないのこれ。ここで取ったんじゃないのこれ。ほら、やったー5個取ったぞ。でも17個取られてる。あ、これ
これ全滅する、ここマジかこれ全部取られるね、うっそ。これ救出する方法ないのか。あー、5個取ってる間にえらいことになったな。どこからあと37秒しかない。どっから救出できる、これ無理か。あ、ダメか。うそー、鉄壁の守りだ。ダメだこれ。諦めようか、ここの。何これ。ここをなんかずーっと、さらに大きい囲みで、囲み直そうか。そういう作戦に出ようか。取り返すぞ。あ、違うわ、取られるから。おお、よかった。これここ取られたらやばかったよね。取れないのか。今助かったけどな。ここ、あ、ここ禁じ手なんだ。枠で取り返そう作戦開始しようか。ああ、いつでも取れるやつを取ったのかこれで、大きく囲む作戦。おなんだ、大きく囲む作戦を邪魔しようとしてるのか。私たちは行く、囲む作戦。え、もう終わったの？大きく囲む。これでもまだ大きく囲む作。ああ、ダメか。またこれ取られるのか。ああ、ちゃっちゃっちゃ。なんだよおい。じゃあここでこれで囲んでることになるんじゃないの？違うか。うわあ。もうギブアップ違うね、ストップじゃなくて、あ、音楽じゃなくて、待ったじゃなくて、あれ、棟梁はどうやってするんだよあれできないのか、棟梁。あ、こっちね、棟梁。ということで、囲碁の入門失敗でした。難しいな、もっとなんか分かり、作戦が分かるようなね、囲碁を打てるようにいつの日かなりたいですね。難しいな、横に順番に打っていくだけじゃダメだもんね。アマチュアっぽい人のなんか打つのを見た方がいいのかな。最後までご視聴ありがとうございました。おそ松でした。